HEAT はスウェーデン出身のハードロックバンド。1980年代に盛んだったスタジアムロック AOR 的スタイルを主体としたメロディックロックを展開している。2007年、ケニー・レクレモが双方に在籍していたバンドトレーディング・フェイト・ドリームの合体により発足。1980年代から1990年代初期に かけての古き良きメロディアスハードロックを現代にみえらせたかのような音楽性が特徴であった。メンバーのルックスはヘアーメタル等からの影響も濃かった。2008年にセルフタイトルのファーストアルバム HEAT でデビュー。当時はいずれのメンバーも20代前半であった。この時代の若年層によるメロディアスハードロックバンドは珍しかったため。 多くの注目を集めることになった。日本では彼らを絶賛した江戸街のトビアスサメットの仲介によりアバロン・レーベルとの契約にこぎついた。2009年にはメロディーフェスティバーレミアラウトパークに出場した。2010年6月ケニー・レクレモが脱退。約2ヶ月後の8月21日にオーディション番組アイドル出身のエリック・グローンウォールがシンボーカリストとして加入する。 2012年4月、新体制で初のアルバムとなるサード、アドレス・ザ・ネーションを発表。翌2013年、デーブ・ダロンが脱退。2014年、ホースアルバム、ティアリング・ダウン・ザ・ウォルスを発表。翌2015年、来日公演を開催。2016年、エリック・リバースが脱退し、入れ替わりに創設メンバーデーブ・ダロンが復帰。翌2017年、フィフスアルバム、 Into the Great Unknown を発表。2020年6アルバム HEAT2 を発表。2014年のグループショット。ありがとうございます。